なるほどなるほど、君がそうなのか。妹のお見舞いに来てくれたんだね、ありがとう。ごめんね、あの子まだ寝てるみたいだから。気になる？いえ。あの子のあんなこととかこんなこととか興味ないのかい？お姉ちゃん、プリン買ってきてくれた？なんで急に来てんすか？先輩くんがせっかくお見舞いに来てくれたんだぞ。そんな言い方はないだろう。もう大丈夫だろう。念のためにもう一日休ませたんだ。シス先輩。先輩くんのお見舞いの品だ。これで機嫌を直すんだ。ふん、むむ、意地っぱりさんだな。ほれ。まあせっかくだし食べちゃいますか。長トロが手玉に取られている。せっかくの機会だ、3人で存分にお話ししようじゃないか。プリンを食べながら。私の部屋で食べますよ先輩。あ、あお姉ちゃんは来ないで。